はい、おまけ動画です。こちら目室新嵐山スキー場のレストハウス、はい、の2階ですね。あ、1階もやってる ?1 階もやってるっぽいな。悩むね。まあ、とりあえずね、まずに、ああ、ね、いやね、ちょっと悩みます。入ってから考えます。とりあえずね、2階のコロポックルさん、あと1階はなんかラーメン専門とかね、カレー専門とか、そんな感じのね、なんかね、お店が入ってましたね。ちょっとこの辺でね、いろいろね、いろいろってなんか複数食べるみたいな言い方じゃないか、やばいですね。ね、食べていこうと思います。はい。いや、本当に北海道に来てね、本当久々のね、ゲレ食です。まともなゲレ食食べれるって楽しいです。ネムピーソフト食べたいのばっかじゃない。まあまあ、食べてみましょうね。あ、営業するっぽいな。営業するっぽいね。じゃあ行こう。食べていきます。まずは肉そばですね。この牛は十勝牛らしいです。あ、これね、これやばいね。普通のかけそばが500円なんですけど、150円増して、これ、うん、あ、これね、これやばいね。これはね、超絶やばい気がする。やばい気がするというか、もうやばい。確定でやばい。これね、これ、もうね、おまけで飲み物で買ったそばだったんだけど、これそばの方がおすすめになっちゃうかもしれない。やばい。だってこれ、160円でしょ。160円でしょ。クオリティじゃないよ。申し訳ないけど、これは。ちゃんと薬味もね、十分入ってるしね。そううまい、マジうまいな、これ。うまい。やばい。いや、ほんとね、うまい。ごめん、ほんとね、650円のね、クオリティじゃないです。これ美味しかったです。はい、はあ、うまかった。ローソビーフードなんだけど、まずね、先ベジしましょう。先ベジ、ドレッシングは別ついてます。はい、いただきましょう。おしゃれでね、綺麗なね、定食というか、はい、うん、じゃあどっちかというとおしゃれ系ですね。うん、まあ、味噌スープは普通です。じゃあメインのこのローストビーフ食べていきます。味付けはね、全然強くなくてね、ほんとね、この牛のね、まんまのね、美味しい感じが食べれますね。で、綺麗にこうね、ほぐしてあるというか、切ってあるんですよね。うまいけど、さっきのドレッシングかけちゃおうか。そうね、個人的にはこの、ね、サラダのドレッシングをちょっとかける方がね、いいですね。
揚げようにもね混ぜててね、こういうちょっとね食感にね変化あってね、こういう細かいところまでいいですね。こんな感じでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけで食べてきました。すみません、1階の方のねラーメンとかね丼物があるコーナーを食べてきました。はい、こっちの方でね、まずねおまけで食べてね、2階の方でねコロボックスの方ですね、ソフトクリーム食べました。メムピーソフトクリームってやつですね。うん、400円なんですけど、まあ、トッピングつけて450円だっけな、うん、のやつだったんで、まあそれいただきました。はい、うん、なんて言えばいいですかね、メンピーソフト自体はめちゃくちゃうまかったです。はい、なんと表現すればいいんだろう、濃厚な感じのね、単純な濃厚じゃないんですよ、ちょっと味の違う、うん、ミルクのねソフトクリームとかで美味しかったんだけどね、トッピングはね殻付きの落花生とね、ガラガラガラってかかってる粉がね、ちなみに持ち帰り限定だから食べるときね結構ね、はい、大変でした。はい正直ね、殻付き落花生はね、っていう感じですよね。はい、見た目的にね。あ、もしかしてソフトクリーム自体の色も落花生混じってるのかな、ちょっとそういう感じもしますね。まあそれはそれおまけの方として、はい、下の方のラーメンの方を食べてきました。正直2階のねコロボックスの方ね、一生かてにね1000いくらねする世界なんでね、皆さん今日来てる人はみんな1階の方で食べてました。うん、でね、私が食べたのは何ローソービーフ丼と、あと肉そばですね。はい、トカチ牛肉そばなんですけど、先に言わさせてください、トカチ牛肉そば700円、かけそばちなみに500円だったんですけど、200円、ちょっと食べてる時言い間違えたかもしれないけど、200円アップでトカチ牛が乗ってくるあの肉そばが今回一番おすすめしたいです。あれはねマジうまい。700円でクオリティのゲレシュクだったら俺ねもう満足、大満足だよ。確かに作る手間が少ないから、作り置きしてある十勝牛のあれにただそば入れてバッてってボーってボーンって突っ込んでるから値段安く済むでしょって話なんでしょうけど、コスパ最高にええで、うん、てか十勝牛のあれがいいね、てかあれがいいね、ほんとね900円にしていいからね、肉倍盛りとか作ってほしいなって個人的に思ったんで、完全にデブ思考をね、デブ思考ね。はい、マジそれおすすめですね。うん、でもう一個の方ローソビーフ丼もね、十勝牛を使ったねローソビーフでね、余計なね味をつけをねあんまりせずにね、ほんと肉のほんとの美味しい食べ方を提供してくれるという感じでね、非常にいいローストビーフでした。ただ私的にはデブだからね量が少なかったのと、あとねもうちょっとねギッチョンギッチョンに、ね、味付いてる方がね個人的にはね好きでした。うん、ただねほんと肉の美味しさを食べれるという意味で、多分私みたいな人じゃなくて普通の人だったらローストビーフ丼をめちゃくちゃうまい、これがいい、これがいいよってね多分ね言うと思います。はい、そう、完全にねこうね油とね塩でね汚染されたね脳みそのね私のねあれなんでね、そういう視点で見るとよくないよくないで、ちょっと足んないと思っちゃって、だからねサラダ用のドレッシングちょっとかけて、それで捉え変わった、うまいよ。うん、そう、おまけついてサラダにもさ結構ねおしゃれなね感じのねサラダで、ね、美味しかったですね。はい、そんな感じでねここのゲレ食ねマジ良かったね。うん、いやね正直ね北海道を旅してるとさ、ゲレ食あたりのスキー場って少ないんだよ、ほんと少なくて苦労するんだけど、久々に何食っても美味しいわここっていうところに当たりましたね、良かったです。個人的に見てて気になったのはラーメンですね。ごぼうを揚げたフライにしたねやつをねパパパパパってかけたらねラーメン売ってたんですけどね、味噌ラーメンかな、うん、あれ、ね、多分ねうまいよ、てか絶対うまいと思うからね、
すげえ来たね、あれ食いたいね。うん、申し訳ないけど2階のねプレートリカまずラーメン食いたい。はい、何しろデブだからです。はい、そんな感じでね今日のね動画終わります。なんかおまけの方がメインのぐらいの勢いでね喋っちゃったけど、こんな感じであちこちのゲレンショップを巡っていきたいと思います。ゲレンデ巡っていきたいと思います。それではまた次の動画でね。じゃあね、バイバイ。